有名な、有名なところ、うん、今天那尔玛体验很有趣的事情。どうしましょう。え？サリカ持ってきて。どう？え？どう？こんなんせえ。これじゃあそれね、蜂蜜だって。蜂蜜。4年前やったもの、やってもらった一回。いや気持ちいい。ケーキ。ケーキみたいになっちゃう。頭にケーキ乗ってるみたいな。生クリームみたい。生クリーム？生クリーム乗ってる。気持ちよさそうやな。うん、上がってきた。ほら。ほら。やば。こんな長いよな。めっちゃ面白い。面白い。ビリケンさんですか。こんなんで歩いてごらん。すごいな。ほら。ほら。ほら。やば。めっちゃヤンキーじゃん。ヤンキー。めっちゃヤンキー。早やってもらえ。やめて。やめて。やば。4年前ああやってたやな。まだまだ今からもお散歩いっぱい。やってもらう。さらに増えていく。もうこれはケーキだよ、これは。めっちゃ気持ちそう。これ頭が買いになってきたから、ね、ストロー見とったら。ここまでやってくれるって嬉しいですよね。うん、これはいいわ。おーい、人にね、頭洗ってもらうって気持ちいいよ。私は週に2回朝風呂で洗ってくれはるやろ。もうごちそうやん。でもそれより気持ちいいやろ、こっちの方が。マッサージ好きやもん。すげえな。こうやって洗われてるのってのってペットショップ以来。ペットショップできる。あ、すごいな。すごいな。すごい。すごい。もうこれもテレビ流すん？そうっすね。え？ミッキーマウスみたいなの。あの80のおばあちゃん。ミッキーマウスみたいな。今も喜ぶよ。ミッキーです。すごい。絶対遊んでるもん、後ろの人。うまい。遊ばれてます。遊ばれた。あ、これソフトクリーム？ソフトクリームさ。ソフトクリームや。遊ばれてます。80代遊ばれてない。みんなカメラ。やってもらい。笑ってあげるから。こっちかもって。ソフトクリームや。こんなん初めてやな。完全に遊ばれてる。遊ばれてるよな。ここで80のおばあさんが遊ばれてるよ。これも貴重な映像だよ。だって違う違う。ちょっとあの流しましょうか。流すの？やってもらうんちゃうん。それがおばあちゃん。おばあちゃんこのまま帰るってどう？え？このまま帰る？このまま？このまま。やってもらうよ。やってもらう？いや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 。おばあちゃん。今晩夢見て寝られないわ。これは面白いわ。面白い。飛びっきりで面白いんじゃない。すげえ、この絵は撮れないもん。で、80歳のおばちゃん遊ばれてるっていうそのそんな絵は撮れないよ、なかなか。完全に遊ばれてる。めちゃめちゃ笑うじゃん。息子めちゃめちゃ笑うじゃん。寝た、完全に寝た。浴衣着てきたらよかったな。浴衣ね。言うてたんよ。貴重だわ。こんな、これ貴重だわ。久しぶりにこんな、久しぶりに笑いました、こんな。めっちゃ面白いな。おもろすぎ。面白い。完全にマグロ状態。でもな、気持ちよさそうやな。
ちゃんさっきだって最初ビリケンさんみたいになって、その後にミッキーマウスになって、花つけられる、最後花が咲くっていう。前来た時もっとなかったかな。ああ、そうか。スウェーダレン、ヨーライチャペンシートーマヨーヨー、チャンチャンヨーマチャン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 結構みんな来るって。あ、日本人、うんうん、気持ちいいやろ、すっきりしたやろ、頭すくっとした、うん、なんかこう頭が取れたみたいな。頭ってダメだもんね。頭がどっか行ったわ。頭がどっか行った、うん、どう分けますかとか、うん、お任せします。お任せします。ミッキーみたいにしてください。ほんま頭軽くなった。あ、本当。どっか飛んでいったわ、頭が。それはやばいね。ゆ夢にそうやわ。髪短いと思ったら意外と長さあったよね。頭取れたって言って大丈夫ね、まだある、頭まだある。バナナ10本食べたらもう死んでもいいの。バナナ10本私、化粧をね、40からしてないの。マジで子宮戻ったし、40から。毛も染めたことない。もう白髪ばっかりね。なかなかこんな洗ってもらうことないよね。すげえ。もっとまた面白くなるのかな。なんか期待しますよね。明日からさ、日本の街歩かれない。これに出たら。いや、日本じゃ台北の街だ。台北の人はさ、昔の私は知らんからな。けど、近所の人みんな知ってるよ。岡田さんびっくりするよ。岡田さんびっくりする。こんなところじゃないよ。こんなめちゃめちゃ笑うと思う。ねえ、お腹抱えて笑ってるよ。笑われる。なあ、私はね、頭の後ろ絶対着ないよ。この時ね、子供が多かったから、ほったらかしでね、寝かされてたから、ここが膨らまかった。絶対頭。お、すごい、いい感じ、いい感じ、いい感じ、プロだわ。お姉ちゃん、お兄ちゃん、一緒に写真撮ってもらう。そうね。こんなじゃんな。そうだね。これできた。これでおいくらですか。300円。安い。これだけ笑って笑かしてもらって。みんな幸せになりますから。よかったね。よかったね。すごい。すごい。今晩寝られるんで。寝られない。ぜひ。バイバイ。はい、ありがとうございます。綺麗になった。ボリュームすごい。軽くなって頭がないみたい。あのな、飛んでった。あの髪の毛もなんかあの、なんかふわふわになって。うん、10歳は若く見えます。若く、うん。ベッドからちょっと頭だけずらしてるね。なんかこう落として。明日死ぬわそれ。死ぬわ。首がめっちゃ疲れる。そうですね。で挑戦してみやったらな。そうですね。うん、いい挑戦。気持ちも変わるやろ。うん、女の人って割とな、うんうん、パーマ当てたり頭洗ったりしたらスキッとするね、うん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 、気分変わるよね。男でも変わるよ。まあじゃあ感想は、もう天国行ったみたい。すごい、見てても気持ち良さそうやったもん。そうですね、うん、これで行ったやん。行きました。台北駅をお寺だと思ってたんですよ、うん、あれお寺。なんかちょっと見てみよう。確かにお寺みたいですね。ねえ、怖なぁと思ってた。うんうん。じゃあ明日はいよいよ台中ですね。うん、やったね。